Welcome to ガドムライン。どうも、シビです。うんふん。行きましょう。北極騎士です。ちょっと今日久々にヘッドセットやってるんで。おっと、失礼。まあ左がたいですね。拠点を占領したら回収いたしましょう。自軍補給機関から指示が届いているぞ。回収を急ぎましょう。さあ、定位置です。ずっとなんでちょっと喋れる量が多分減ると思います。待機させてもらうわ。完全に取りましたね。もう相手南突貫サントリーか。補給艦の誘導を頼む。順調に任務遂行中です。だけどここで釣られすぎてはよくないですね。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。あはやらかした。下だと思って勘違いしました。止めましたね。初動の突は補給ビーコン拾ったってって感じですけど。ナイス。どこ B ですか。自分補給艦が誘導地点に到着した。自分補給艦ビーコンが設置された。ナイス。俺ブーストで行けなかった。敵軍補給艦ビーコンが発見された。フルアーマーゼータンガンダム多いわ。ほらこれも、いやそれ以外になんかこのバック系だけどね、言うてもコスト重いからそんな何度も出る機体じゃないし、知らんよっていう。そんな機体入れてたら回んなくなるぜ。あっという間に Z 来てる？マジか。まあだけどバトルエールをしっかり取ることの方が大事なんで取っていきましょう。南、北がね、押し込んでるんで、南側を突っ込まれちゃ困るということで、こっち側から行きましょう。ラグってますよ。止まってますよ。自軍補給艦ビーコンが設置された。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。タタタタタタタ。今回コンカスですね。
ちゃの置く位置はなかなかユニークで素晴らしいと思います。さあこれどうしようかな。指揮官から指示が届いているぞ。自軍補給艦が誘導地点に到着した。前線に置くか。そうしよう。俺はレーダーぐらい問題ない。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復したぞ。いいぞ、思いっきり行く。敵補給艦ビーコンを破壊は再生可能です。修理しましょう。ありがとう。わざとこっちにしました。これ被るんだけどあえてこっちにしたみたいな、ね、上を壊されないようにし、ちょっと思惑があったんですけど、うん、うまくいってないかな。溶けた。敵は毒だ。次。機体はまだ修復。結構なお手前で。シン、どうです？セスンに出しました。やるなよ。シンはかけちまったな。指揮官から指示が届いている。自分の補給艦ビーコンが破壊される。ほほ。自分の私の実力です。大理式はね、一人でやっぱきついんで、こうやって負担を分散した方がよろしいですね。回収回収。大変ですよ、一人でやるの。玉ねぎさん、僕の攻撃一応知ってますよ。レーダーぐらい問題じゃねえ。自分戦略兵器が設置されたら軌道範囲まで運搬のため、後ろが変わる。やめろ。私の前の方が強かったの。回収回収。出撃する機体を選ぶがいい。敵補給艦ビーコンを破壊した。自軍補給艦ビーコンが設置された。命令が出撃する地点を。ナイス。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。敵補給する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。自軍補給艦が誘導地点に到着した。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。敵のミノフスキー粒子サンプル。ちょっと FPS 下がるね。指揮官から指示が届いている。自分には任せておけ。自軍戦力ゲージが残り 50% を切った。おら、目障りなんだよ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復したぞ。自分補給艦が誘導地点に到着した。おら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 。
出撃する機体を選ぶがいい。出撃する。自軍補給艦ビーコンが破壊。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。敵はどこだ。敵軍戦力ゲージが残り 30% を切った。楽園をさせていただきました。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。命令が解除された。自軍補給艦ビーコンが破壊された。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いている。敵補給艦ビーコンを破壊した。 OK OK。 修理は任せて任せて。自分補給艦ビーコンが設置された。一体のことはあんなもんですか。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるの。敵はどこだ。修理は任せておきなさいって。敵補給艦ビーコンを破壊した。自分戦力ゲージが残り 30% を切った。てめえの顔は覚えた。出撃する機体を選ぶ。出撃する機体を選ぶがいい。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導を頼む。自軍補命令が解除された。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。ロジャースさんやめてください。ごめん。よし、いい感じだ。壁じゃなかった。終わりだ。やったね。オーケー、ナイス。相手が結構引いてたっていうか、フラーマーは本当を爆撃してるだけっていう、まあその辺の差も出たのかなっていう感じですかね。という感じでございました。ジオの突撃と核と、まあ、ビーコン、その3つがちょっと怖かったんで、その辺をチェックしておりました。個人の評価だ。はい、そんな感じでございました。それじゃあね、今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルビチャンネルでお会いいたしましょう。シルビでした。